岩沢正美とは、静岡県藤枝市出身のフリーアナウンサー、スポーツキャスターである、アナウンスハウス所属。身長165センチ。サッカー3級審判員資格を持っている。サッカーの町藤枝市出身のため、小学校では体育の授業でサッカーを経験。サッカーが生活の一部ではあったものの、中学校と高校ではソフトボール部に所属。 中学では外野手、高校では二塁手など内野手でプレーした。1988年、静岡県立藤枝西高等学校を卒業し、藤枝警察署に勤務。交通課で、副和術による市民向けの交通安全教室を行った。1992年、SBS 静岡放送のキャスター募集に応募して入社。交通課での経験を活かして、 ニュース番組などでリポーターを務めたが、シリアスなニュースを真面目に伝えたにもかかわらず、顔が笑っていると視聴者からのクレームを受け、天気予報や遊園地の絶叫マシーンリポートなどを行うことになった。1993年 SBS に勤務のみでありながら、ワールドカップアメリカ大会アジア予選に参戦したサッカー日本代表の応援をするため、首覚悟でカタールへ行き、 ドーハの悲劇に立ち会う。そして帰国後すぐにサッカー4級審判の資格を、続いて3級審判の資格を取った。1994年3月、SBS を退社。5月にはサッカーにのめり込めるような環境をと、東京へ転居し、アナウンスハウス有限会社に入社したが、サッカーブームが終わっていたためテレビ埼玉の、ヤジウマ競馬の仕事もした。その後、 ワールドカップフランス大会アジア予選で FM 東京のサッカーリポーターとしてオマーニへ行き、続いてラジオ日本、文化放送などで代表や日本プロサッカーリーグのリポーターを務めるほか、日刊スポーツなどの新聞、雑誌やテレビの仕事に携わり、1997年にはマレーシアでジョホールバルの歓喜、さらにワールドカップフランス大会やシドニーオリンピックのリポートをした。 2004年、キリンビールの企画により、サッカー、日本女子代表の国内キャンプで体を張ったリポートを行うと、その直後には、スキスキフロンターレのパーソナリティに就任。また、日本放送の J リーグ中継では、ピッチサイドリポーターとして活動した。2006年にスキスキフロンターレを降板。翌2007年から FMK シティの、 バモス、川崎フロンターレ4代目パーソナリティに、この頃から、正さ姉さんと呼ばれるようになった。また、それまで、非公表であった、人年齢を番組で公表した。ありがとうございます。